東京都中央区から。一石橋は東京都中央区にて日本橋側に架かる橋。東京都道405号外堀環状線を通す。南岸は中央区八重洲一丁目、北岸は中央区日本橋本国町一丁目。皇居外堀と日本橋側の分岐点に架橋され、日本橋側に架かる橋では最も低い橋である。江戸時代初期の 武州豊島郡江戸小図に、すでに元となる目標の記載が見られる。北橋爪の本領外町に、幕府金座御用の商座昭三郎を、南橋爪の御副町に御用御副町の後藤縫井戸之助の屋敷があり、当時の橋が破損した際に、これらの両御藤の援助により再建された。そのため、五島の読みから、五と五とプラス五とで一石ともじった。 シャレから一石橋と名付けられたと伝わる。またそのまま後藤橋とも呼ばれていた。江戸期を通して神田地区と日本橋地区を結ぶ重要な橋であった。目標としては1873年の架け替えが最後で、当時の記録には橋町14馬、福音3県とある。1922年6月に東京市道路局によって、 加工岩張りの RC アーチ橋として改め飾れた。橋長43メートル、福音27メートルで、親柱は4本、袖柱は8本。中央部には市電を通す構造で、翌1923年9月の関東大震災にも耐え抜いた。1963年12月に、 首都高速都心環状線の京橋出入口、五福橋出入口間が開通した際に、下流側橋詰めに五福橋出入口を設置するために、親柱2本を撤去。さらに1973年には、番桁橋に改修される際に袖柱4本も撤去。上流側に、親柱2本が残るのみとなってしまう。 さらに老朽化と拡幅のために1997年の大改修時に撤去となるところであったが、関東大震災以前の RCR 地橋のものとしては、都内最古の親柱として、貴重な近代文化遺産であることが認められ、2002年に南爪下流側の親柱一本を中央区が、区民有形文化財建造物に指定し、保存されることとなった。 八つみの足一石橋はその名を八つみ橋や八つ橋とも呼ばれた。橋上に立つと自身も含めて八つの橋が見渡せたことが由来で江戸の名所の一つであった。歌川広重が名所江戸百景において八つみの足として描いている。現在は、 一石橋以南の外堀と、道蔵堀が埋め立てられ、橋上を通る、首都高速と新環状線の橋脚が見通しを、遮ってしまっているため、わずかに、常磐橋と後から作られた時は橋、西貸橋が見えるのみである。万代彦の志差しるべえドキメ時期にかけて付近は、かなりの繁華街であり、迷子が多く出た。当時は、 迷子は地元が責任を持って保護するという決まりがあり、地元西菓子町の人々によって1857年2月に、万代彦の心座しるべが南詰めに建てられた。しるべの右側には、心座しらする方、左側には、ぬる方と彫られて、上部に、くぼみがある。使用法は、左側のくぼみに、迷子やずね人の特徴を書いた紙を貼り、それを見た。 通行人の中で心当たりがある場合は、その胸を書いた紙をくぼみに貼って迷子、尋ね人を知らせたという。このほか戦草寺境内や湯島天神境内、両国橋橋詰めなど、往来の多い場所に数多く設置された。1942年9月に東京都指定旧席に指定され、1983年5月6日に種別変更され、 東京都指定有形文化財に指定されている。ありがとうございます。